今回はですね、大阪東住吉区にある激安賃貸を紹介させていただきます。一泊じゃないわ。1ヶ月の家賃がですね、1万9000円ですね。で、これ1万9000円っていうのは、敷金、礼金とかなしで、なんですかね、共益費とか管理費とかそういうややこしいのも一切払わなくていいですわ。もう1ヶ月1万9000円ぽっきり支払えば、住むことができますよっていうわけでね、十分、激安賃貸の範囲に入ると思うんですけど、ですね、これね、あと50、当然のようにね、50円の自動販売機がありますよってことでね、これね、近鉄南大阪線の、ですね、中じゃは針中野っていう駅前なんですけど、この針中野の駅前から歩いて10分ほどのところにね、今回の物件はあるんですけど、この針中野の駅前ですか、これ針中野の駅前なんですけど、ですね、高架下に金商ストアがあって、ファミリーマート、まあ近鉄ですからファミリーマートですね。ほんでマクドナルドもありますよと。まあね、飲み屋とかね、こういうファーストフードのお店とかいろんなものが便利に揃ってますよっていうか、もうこれをね、こっちの出口の反対側行ったら、ちょっと大きな商店街があって、そこは結構面白げなんですけど、まあとにかくこの針中野の駅ですか、ですね、あべのハルカスですか、あべのハルカスのところからね、4駅で、ですね、210円ですか。確か8分210円で、ですね、行くことができるわけです。まあ、あっという間ですね。8分なんていうのはほんまにね、あっという間で。まあ、ここは、ですね、急行は止まらないんですけどね、各駅停車でもどんどん電車が来るんで、全くそんな気にする必要はないですね。そんなわけでして、ですね、非常に、便利な、駅まで歩いて10分ほどで行けるわけです。でね、これね、駅反対側なんですけど、これね、高麗川商店街っていうね、賑やかな商店街がありまして、このね、商店街を北口に抜けると、今回紹介する物件に、たどり着くわけなんですけど、まあ、これね、外見から見てもらっても分かりますけど、1万9000円とはいえね、ボロボロの木造アパートとか、なんか裏ぶれて暗い雰囲気とか、そんなこと全然ないやないですか。落ち着いた、住宅街の一角に、あるって感じなんですけど、ただね、部屋の作りがちょっと独特でしてね、まあ、正方形の、部屋ではあるんですけど、ユニットバスがこう正方形の中にググッとめり込んでるというか、せり出してるという感じになってるんですよ。でね、キッチンもそうですね、その部屋の中にせり出してる感じになってるわけなんですよ。だから人間がですね、寝っ転がったり生活に使えるスペースというのは、まあ、L 字型になってるわけですね、フロアが。ユニットバスがせり出してる分で、ね、削られて L 字型になってるわけです。ほんで L 字型でキッチンもせり出してるんで、L 字型の、一辺の方は多分ほとんど生活するには使えないわけですからね。窓際の方の、ですね、これですよ。この細長いスペースですか。これが、実際にね、生活に使うスペースになるというわけで、まあ、だから5.5畳あるとはいえ、相当手狭に感じるかもしれないですね。まあ、そやけどね、狭い部屋っていうのが一概にあかんというわけではないというか、男の一人暮らしならもうそれでもいいんですよ、はっきり言って。もうそんなもんね、料理とかそんなもん外食でいいわけですからね。部屋の中でフライパンだのなんだのいらんもん置かんでいいねんから、ですね、部屋狭くても別に構わないです。で、これ外観ね、こんな風に、綺麗やないです。綺麗かどうか知らんけど、まあ結構綺麗やないですか。でですね、まあ、さっきも言いました通り、周辺はですね、閑静な住宅街という感じで、郵便局がね、もう歩いて、数秒のところにありますから、便利やないですか。でね、ですね、向こうの方というか、突き当たりに見えてるあの高架はですね、阪神高速ですね。阪神高速がありますけど、特段うるさいというわけではないですね。でも、あれ、これまたね、針中野の駅前に戻ってきてますけど、まあ、これね、針中野周辺には、上信とかね、蔦屋とか、あと、あれもありましたね、何やったっけ、松屋電器ですか。松屋電器ってまだ生き残ってたんですねって、なんて失礼なこと まあ、そういうね、いろんな、生活に必要な便利なお店がちゃんと揃ってますよって話なんですけど、まあ、そのアパートの話に戻りますね。アパートのですけど、ですね、光ファイバーの回線も引かれてますので、ですね、まあ、プロバイダーとかは自分で契約せなあきませんけど、工事して引っ張らなあかんってことはないですし、ガスもですね、何でしたっけ、プロパンガスじゃなくて、都市ガスになってますわ。プロパンガスやったら結構割高やったりするんですけど、都市ガスなら安いから、その辺もいいんじゃないでしょうか。ほんでね、これ、高麗川商店街にまた来ましたよと。
浜川商店街なんですけど、これね、ほんまに全然シャッターとか降りてなくて繁栄してるじゃないですか。それというのもですね、大阪で商店街言うたら天神橋商店街とかなんですかね、千林商店街でしたっけ、何やったっけ、なんで、ね、知らんでって話あれけど、千林商店街とかそういうのはあれやないですか。あれと並び称されるぐらい有名な商店街ということらしいですわ。でね、東西にね、日本線、道があって、それがね、クロスしてるっていう感じの商店街なんですけどね、もう西に行っても東に行っても北に行っても、まあどこもね、いろんなお店が入ってて相当にぎやかになってましたね。ほんで商店街の外れには玉出がありますよと。あってよかった玉出ですよね。まあそんな言うほど安いかどうかは知らないですけど、お弁当とかお惣菜が、充実してますから、独身の男にとってはありがたいじゃないですかということで、まあ、でね、さっきの何でしたっけ、駒川商店街の話なんですけど、駒川商店街の中にはですね、牛丼の松屋とか王将とかね、ジャンボたこ焼きなんとかとか、そういうチェーン店系の、食事するところもありますし、ですね、なんか個人経営の、ちょっと活かした感じの、食事するところもありますし、あとね、なんか知らんけど、その八百屋とか、何でしたっけ、肉屋とかもあるんですけど、その八百屋とか肉屋さんっていうのは別に外見は行ったって普通なんですけど、なぜかね、朝っぱらから整理券配らなあかんほど人がずらーって並んでるんですよ。だからよっぽど安かったりするんでしょうね。そういうお買い物エンターテイメントが楽しめるのも、商店街の魅力ですよね。でね、さっきの千林商店街じゃないわ、駒川商店街を、北口に抜けてね、抜けるとこんな感じのところになってるんですけど、この地下を潜ってですね、歩いていきますと、こんなところに出てきましたというわけで、これがですね、大阪メトロですか。大阪メトロ、地下鉄谷町線の駒川中野駅ですわ。駒川中野駅っていうところなんですけど、実はね、さっきのアパートはこの駒川中野駅からですね、歩いて4分という場所にあるわけなんですね。それやったら初めからこの駅を紹介しろよって話なんですけど、まあ針中野の駅前の方がちょっとね、派手で面白そうやったんで、そっちに、私もね、そっちから降りて歩いていったわけで、こういう構成になってるわけなんですけど、このね、地下鉄谷町線は、何でしたっけ、針中野じゃないや、何やったっけ、駒川中野駅ですか。駒川中野駅は、あべのハルカスまで、ですね、5分230円ですね。まあ、むちゃくちゃもう、あっという間ですよ。5分なんて乗ってすぐ、はい、着きました、みたいな、そんな世界ですよ。めちゃくちゃ近いですよ。まあ、ぶっちゃけ言うと、これ、自転車とか乗っても、あべのハルカスとか遊びに行けるでしょうね。まあ、駐輪場どうすんねんって話ですけど、まあ、駐輪場とかいろいろ問題あるから、一応ね、まあ、そらバスとか電車に乗って行きゃいいんですけど、とにかくね、非常に、立地条件のいい素晴らしい場所なんですよね。こんな、アパートから近くにこういうバスの停留所もありますから、その辺もすごい便利になってますよね。でね、まあさっきも言いましたけど、部屋狭いやないですか。マックスバリューもあります。近くにマックスバリューもある。マックスバリューもコンビニもね、歩いて5分ぐらいなところにありますからね。もう商店街まで行かんでも、ここ行っても、便利にお買い物ができますよということで、素晴らしいわけなんですけど、さっき私言いましたけど、部屋狭いから、もう料理なんてせんで、外食せよって言うたやないですか。まさにその通りなんだよ。毎日毎日外食なんでしたら、お前、ようお金続くな、お金あるんかって話なんで、駒川商店街の中なんですけどね、本日の日替わりメニュー、650円のデミグラスハンバーグ定食を私は食べました。あとね、ビールもなんか180円とかで、ここめっちゃ安いやないですか。これ、あれですよね、マイド食堂っていうね、富士オフーズのマイド大きに食堂ってやつの、何でしたっけ、張り巡ろう食堂ってやつなんですか。毎度大きに食堂っていうのは、あれでしょ、セルフでなんか自分でいろいろ取っていって、最後にお金払う形式やと思うんですけど、ここはなぜか定食メニューがやたら充実しててね、この日替わり定食みたいなのもこんな風に出てくるんですけどね、なかなかジューシーで、ハンバーグがジューシーでね、あれ、スパゲティと、何やったっけ、これ、何やこれ、これ何やったっけ、これ美味しかった、何やったっけ、これ、ほら、天ぷらですわ。豆腐の天ぷら。豆腐の天ぷらになんかあんかけしみたいなしてるやつね。これ、ようあるやないと。これ美味しいですね。これ美味しいけど、ちょっと近かったけど、こういうのもね、アクセントにあるっていうのは美味しいじゃないですか。で、ひじきのね、たけのこの筑前煮みたいなのもあるし、これ健康にもいいですからね。で、そういう話じゃなくて、
私ね、いや、外食ばっかりしてんやったら、お前金持ちかって、そういうわけじゃないんです。だって私の住んでるアパート2万なんですよ。世間の人間はね、4万か5万ぐらい払ってるんです、アパート代に。ほんだら仮に平均4万やとしても、ほんだらね、私2万やから2万円余るわけじゃないですか。2万円余って、そこに食費1万円足せば、3万円の食費を確保できるでしょ。ほんだらね、1ヶ月が30日と考えればですよ、1日1000円使えるわけじゃないですか。1000円毎日使えるんやったら、余裕でね、外食してまくれるじゃないですか。でね、まあ、そういうわけでして、美味しかったですということで、針中野の駅からまたね、阿部のハルカスの自宅に帰ります。ほんじゃまた。